はようございます。いかが過ごしでしょうか。実は今日から4泊5日で福島県のいわき市からですね、中学生15名、校長先生、付き添いの方を含めて20数名の方が熊本に入ります。同じような企画で小野副知事がされているゼロインキャンプ地になっています。これも着々と3回目をされているようですけど、私たちは今回で2回目なんですね。3年前の3月大震災以来、福島県のいわき市との中にあります NPO 法人とを通じてずっと活動したり、さまざまな音楽家やアーティスト、場合によっては噺家の方を入ってもらったりしながら、いろんなことをやってきたんですけど、その中で熊本は50年以上前から水俣における悲劇があります。その中で加害者側と被害者側とそうじゃない一般の人たちっていうか、そういう中でさまざまな圧力があって、それを乗り越えてきた、そして大きく立ち上がっているという歴史を実は持ってるんですね。そういったものを福島の方の原子力発電所の原発事故から、そこから避難してきた方々、そして現地いわき市内で被災はしてるけど、ほとんど保証も何もなくて、終わってる人、さまざまな立場の違いがあるんですね。その中でいわき市は非常に難しい状況をたくさん迎えてるというわけなんです。そこで、最初は大人の方々に水俣に入っていただいて、さまざまな方々と交流をしましてですね、非常に大きな学びがあったということなんですね。でそれで今度は子どもたち、やはり未来を築いていく子どもたち、中学生高校生を中心にした、小グループごとにですね、4つぐらいの中学校から高校から集まっていただいて、それを少しずつ少しずつ自分たちのものとしながら未来につないでいく、そういうことを今回で2回目なんですけど、熊本県のあったかさ、人々のあったかさに触れて、昨年は非常にいい成果があったように聞いております。